これは結構強いんじゃないか。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。今日の新情報を見ていきましょう。これはパラシェルターソレイラー、傘のデザインが変わったパラシェルターの姉妹品だ。サブウェポンのロボットボムや傘のパージを活用して相手の行動をコントロールしよう。そこにスペシャルウェポンのジェットパックを使えば一網打尽だ。ということで、今回の新武器の中でかなり注目されている武器です。現状ジェットパックがかなり強く、それに加えてロボットボムもついており、パラシェルターというメインも決して弱くなく、むしろ使う人が使うとめちゃめちゃ強いというわけで、使用者はかなり多いと予想されています。無印はスプリンクラー、トリプルトルネードと塗りに特化したサブスペなため、使い分けもできていいです。一つ不安なのは、次のアップデートでジェットパックに弱体化が入ってしまうと、この武器の評価も下がってしまう点ですね。続いてこちら。これはオーバーフロッシャーデコ、オーバーフロッシャーの別カラーリングモデルだ。サブウェポンのラインマーカーで先手を打って相手をマーキングし、メインウェポンで追撃しよう。ここぞという場面ではスペシャルウェポンの帝王以下で相手の陣地に飛び込もう。ということで、これも結構強いと思います。ラインマーカーがあれば即座に床を塗って移動できるため、接敵しても自分の周りで戦えますし、帝王以下も発動が間に合えば逃げたりカウンターに使えるため、お風呂は動きやすくなった印象が強いです。また敵の位置さえ分かれば泡で嫌がらせができるため、ラインマーカーとの相性はかなりいいです。帝王以下でキルを取るのが苦手な場合は、無敵時間を利用して敵が嫌がるポジションに無理やり入り、そこでラインマーカーと泡でチクチク攻撃しましょう。最後はこちら。これはクーゲルシュライバーヒュー、クーゲルシュライバーの新たなスタイルを提案するモデルだ。サブウェポンのトラップやスペシャルウェポンの吸引機で味方と一緒に戦うことが重視されているぞ。遠近切り替えられる特性を活用して全距離で味方をサポートしよう。こればっかりは無印の方が使いやすいと思います。無印が炭酸ボム、ジェットパックとサブスペ両方とも強いんですよね。吸引機は前回のアップデートで強くなったものの、まだまだ不自由な点が多いので、釘を使いたい方は無印で問題ないんじゃないかなと個人的には思っています。次のアップデートで吸引機がとんでもなく強くなったら評価は分かりませんが、というわけでいかがでしたでしょうか。シーズン5の追加武器は現状10種類判明していまして、そのうちの7種類がすでにツイートされました。まさか今日1日で3つ武器が紹介されるとは思っていなくて、個人的には驚いています。このペースですと今週中に全武器がツイートされ、新情報のネタ切れになると思うんですが、もしかしたら今週末のスプラタン甲子園の最終日に隠し玉が発表されるかもしれませんね。正直1周年記念のアップデートにしては内容が薄いので、運営には期待したいところです。また何か新情報をキャッチしましたら動画にまとめていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録して楽しみにお待ちください。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモー、それではまた、アディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとう。次の動画も楽しみにしてね。